これでもオープニングは俺らに。赤丸チャンネル。じゃ。こんにちは。今日はですね、あの先週見ていただきました。はい。あれの続きになってます。さあ先週の時点で、はい、もう向こうの殻で上がってきてるんです、赤丸さん。はい。どうですか？もう決勝進出者が決まっちゃうんですよ。佐々木さんね。そうなんですよ。一般常識を誰が一番知らないか決定戦だから。そうです、はい、ね。まあ、今俺は勝ち上がってるからね。ルールは簡単、10問中どちらが多く正解するか一般常識です。よし、はい、ということでじゃあいきます。一般常識、はい、最弱王決定戦、はい、1回戦第2試合、レディーゴー。第1問、2024年に20年ぶりにお札が新札されることになりますよね。へえ、そうなの。新しい1万円札に描かれる人は全然違います。え、嘘やろ。え、有名なんですか？有名でしょ。おもろいね、これ。早く書いてよ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。いや、もう分からんから、もうこれ書くしかない。捨てます、1問目はね。1問目は捨てる、はい、1問目から長すぎんだよ。せーの、ダン。橋本聖子。王さん。正解は渋沢栄一です。あー、知ってる。知らないか、知らないか。次お願いします。今お前あの大河ドラマでもやってるじゃん。あ、聖天をつけ、うん、あー、栄一ね。栄一ね。渋沢栄一やってる。第2問、国の面積一番大きい国はロシアですが、2番目に面積の大きい国はどこ。はい、そこかな。うわ、でもどっちかだな。一切、はい、せーの、アメリカ。中国。正解はカナダでーす。やったじゃん。やってない。やってない。絶対これ私たちが答えてる問題で簡単ですよね。全然簡単。簡単ですよ、ね。はい、日本史には時代ってありますよね。縄文時代、弥生時代とか、はい、では平安時代の次は何時代だったり。そういうのもダメ。でもこれに関しては本当に一般常識ですよね。これやばいよな、ミスだ、うん、これは知ってる時代書いたら当たる可能性は高い。ひらがなでいいですか。ひらがなで大丈夫。じゃあいいですか。はい、せーの。あー、室町時代。正解は鎌倉時代。よっしゃたぶんね、これ間違えたらやばかった。俺もうヒヤヒヤよ。第4問、オリンピックなどで行われる陸上競技種目、短距離走に分類されるのは最大何メートルまでの距離でしょう。でも2択ですもんね、これに関しては。楽勝だよな。いや、でも私はどう答えたらいいかが。はいはい、せーの、じゃん、400。正解は400m。 はい、ありがとうございます。あざっす、あざっす。よっ。もうほんまに俺アホさがバレるわ。いやじゃあすごい、これは結構簡単です。第5問、東北四大祭りの一つで仙台市で行われる祭りは何ですか。しゃ、ありがとうございます。わかる。うん、俺知らんわ。え、あ、いや、うん、京都の祇園しか知らんて。俺は関西人だから。あ、ほんですか、うん、じゃああれしかないですね。お、行きました。はい、せーの、じゃん、ねぶた祭り。ねぶた祭り。七夕祭りやん。七夕祭り、これしかしない。ねぶたは青森でしょ。惜しい。七夕でしょ。ごめんなさい。じゃあ第6問、リオデジャネイロオリンピックで、はい、ちょっと会場を沸かせた当時首相の安倍首相が登場したアベマリオ、うん、マリオの双子の弟の名前は何でしょう。わかった。これは分かった。これは分かる。いや、俺はそのマリオのゲームで一人しか知らない。これは多分なんかゲームがやってなくても知ってる可能性が高い。これありがとうございます。せーの、じゃん、ルイージ。ルイージ。正解。よっしゃー。あら、先生リーチ。ありがとうございます。あと一回正解したら勝ち。じゃあ、いきます。はい、第7問、はい、日本最南端の島はどこでしょう。
沖縄なんですよ。そうそう、だからね、南のとこ知ってるかなと思って。全然わかんないっすマジでお願い、頼む、ここでやってくれ。いきますよ、せーの、ダン。久米島なわけないやん。でもこれは2人ともブー。よっしゃ、よっしゃ。でもこれ、あ、これ東京か、南鳥島は。沖の鳥島。沖の鳥島な。まあ、まだあるよ。まあ、全然まだ1回正解したらもう終わりだけどね。はい、出す。でも間違えたらまだ青空君のチャンスがある。なんか面白いよね、東海オンエアさんから来るんじゃん。東海オンエアから、うん、こういうのしてるやん。くんざきチャンネルのあの2人ちょっとよこせ絶対ないよ。はいはいはい、はい、はい、いきます。ことわざクイズ。小さな投資で大きな利益を得ることを何というでしょう、ことわざで。あ、私分かったかも。なんて、なんて、今、違うっぽい。わかる、ダメだ。はい、せーの、じゃん。漁夫の利。漁夫の利。いや、2人とも違いますね。あ、違うんですか。あ、違う。正解は、エビで鯛を釣るです。うんうん、コスパ悪いね。逆にコスパいいやん。コスパはいいねコスパはいいねコスパいいやん。なんか小さいのもすごい。そうですね、コスパいいやん。ないし、僕正解しないともうアウトなんですね。そうだね。じゃあもう激簡単な問題。はい、第9問。日本三大都市といえばどこ。分かった。うん、これしかないかなっていうとこですね。これ俺ひどいな、本当にマジ常識ない。やばい。いいですか。はい、OK です。せーの、じゃん。東京、名古屋、福岡。福岡東京正解は青森くん。うわ、これしかないかなっていうとこですね。じゃん。東京、名古屋、福岡。京都の祇園しか知らんて、俺は。関西人だから。関西人だから。関西人だから。大阪いねえんのはないわ。これの一番間違いやすいのは、東京、大阪、福岡で、あ、名古屋なんだ、が、一番間違いやすいのに、大阪いねえ。今3対2ですもんね。3対2。最初問題、はい、最初問題でで、過去日本のお札で肖像画として登場した人物、建物、書けるだけ書け。ちなみに間違った人を書いた場合はマイナス1ポイントになります。ひらがなでもいいですか。ひらがなでもいいです、はい、青空くん、ペン動いてないじゃん。お札全然わかんないです。嘘やろ。キャッシュレスなんすよ。なんや、嘘やろ。俺 P やもんな。いや、キャッシュレスだから。おっしゃ、2、4、6、8問。嘘。よし、もう圧倒的勝利で俺が勝つ。もうしょうがない、これはもういいです。いいですか。はい、俺もやっぱ10人は言えるな。あ、すごい。そうなんですか、うん、じゃあいきましょう、はい、せーの。福沢諭吉、野口英世、樋口一葉、羅生門、清水寺、夏目漱石、首里城、志賀清。ちょっと待って、ちょっと待って。僕も建物で首里城を入れました。ありがとうございます。で、首里城も OK ですよね。首里城2000円札なんで。2000円札は首里門でしょ。羅生門じゃないですか。首里門、え、首里城じゃないんですか。じゃあ、初めて知りました。青空くんは2点。志賀清も多分ないですよね。ない、うんうん、やってる。え、だってさ、清水寺もないの清水寺ら正門、志賀清、首里城ないからマイナス4点。だからもう、先生は0点だよっていうことは青空くん勝ちだね。えぇ、そんなことある。え、先生、なんでその確信のないこと書いたの。いっぱい、え、だって青空くん正解3か。正解さんの間違い1だから、あ、2? プラス2。でも福沢の座は違うくないですか。それでも、それでもいいですね。お前、昔は分からない負けですね。決勝、決勝、よしよしよし。あれー、最弱王決定戦ファイナル。うめー、
うわー、これやばいっすね。ちょっと待って。え？一番上からリーダー？危ない。え？ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還して。